今井春は、日本の元フィギュアスケート選手。2008年、JGP ゴールデンリンクス優勝。2008年全日本ジュニア選手権優勝。2010年、2013年オンドレーネペラトロフィー優勝。2011年冬季アジア大会銀メダル。2011年 GP スケートアメリカ4位。2014年4大陸選手権4位。 2015年 CS オータムクラシック2東京都武蔵村山市出身武蔵村山市立第4小学校武蔵村山市立第2中学校日本橋女学館高等学校卒大東文化大学外国語学部英語学科中退早稲田大学人間科学部通信教育課程卒業学位和学士スケートを始めたのが小学校3年生と 国際大会に出場する選手としては、遅い部類に入る。2007年全日本ジュニア選手権で7位に入り、ジュニア強化選手に選ばれ、翌2008から2009シーズン、初出場となった、ジュニアグランプリシリーズのゴールデンリンクスで優勝。その勢いのまま全日本ジュニア選手権でも、鈴木マリ、村上かなコ、中村アヨン、スイツ庄司理沙、村本なり、中、佐藤ミッ 西野智笠、石川翔子、藤沢良子、国分志音、笠谷由美香、上野沙耶、高山睦美ら同世代のスターが揃う黄金世代を破って優勝し、全日本選手権を呼び、世界ジュニア選手権に出場。2009から2010シーズンは、全日本ジュニア選手権で2位となり、連覇は逃すものの、前年に続いて出場した全日本選手権で6位に入る。 世界ジュニア選手権への出場はならなかったが、欠場した中野ゆかりに代わり4大陸選手権日本代表となり、自己ベストスコアを更新し5位に入る。この成績により、翌2010から2011シーズンにはグランプリシリーズ出場を果たす。2010から2011冬季アジア大会で2位、表彰台に上がった。2011から2012シーズンは、 フィギュアスケートに集中できる環境を求め、拠点をアメリカのデトロイトに移した。そこで、アリッサ・シズニーやジェレミー・アボットらトップ選手と共に、ジェイソン・ダン・ジェンと佐藤・由加の指導を受けるようになる。グランプリシリーズではファイナルに進出できなかったが、前シーズン部長に終わった全日本選手権では、自己最高の4位という結果を残す。しかし、 夏に疲労骨折と判明した右足甲の怪我が治りきっておらず、2年ぶりに出場した4、大陸選手権ではミスが相次ぎ9位に終わった。2012から2013シーズン、スケートアメリカで5位、NHK 杯で8位となり、グランプリシリーズでの表彰台はかなわずに終わる。また、全日本選手権では、ジャンプのミスなどが響き14位に終わった。 2013から2014シーズンからは拠点を日本へ戻し日本スケート連盟フィギュアスケート特別強化選手へ昇格。コーチを三上ルミ子に変更した。シーズン初戦のネペラメモリアルで優勝。全日本選手権では同大会において自己記録を更新し安藤美希、本郷理からを上回ったが鈴木明子、村上、浅田真央。 宮原里子につく5位に止まり、ソチオリンピック日本代表選出はならなかった。4大陸選手権では自己ベストをマークし、総合4位に入った。続くチャレンジカップは総合2位。2014年7月から祖父母の出身地で、新設の新潟アサヒアレックスアイスアリーナに練習拠点を移し、武蔵の FSC から新潟県スケート連盟所属へ変更となった。 2014から2015シーズン昨シーズンの結果と、浅田真央の休養、鈴木明子の引退で、全日本選手権表彰台、世界選手権代表、世界選手権上位を期待され、さらなる飛躍が期待されていたが、ISU チャンジャーシリーズオンドレーネペラ坂月で5位に終わり、GP シリーズでは、フランス杯で、ロシア勢3人、アメリカ勢3人、地元フランスの名手に敗れ8位。 スケートアメリカでは再び、ロシア勢3人、アメリカ勢3人とさらに韓国の新生牧省園に、スケート人勢でただ一度の敗北で8位と2000位とも、震わず悲願の表彰台を逃した。巻き返しが期待されたが全日本選手権では10位と、低迷。悲願だった世界選手権代表、前年出場した4大陸選手権、さらにユニバーシアード代表も逃した。 2015から2016シーズンシーズン初戦カナダで行われたオータムクラシックで非公式ではあるが FS 自己ベストをわずかに上回る116.72トータルも174点台と自己ベストに迫る得点で2位に入り前シーズンとは違い好調なスタートだったしかし GP シリーズではスケートアメリカで158点と振るわず10位続く エリック・ボンバール坂月では SP9 位と出遅れたが FS がテロの影響で中止になり9位に終わった。また、全日本選手権は大失敗で宮原、2016から2017シーズン、地方予選を突破し出場した全日本選手権は19位と振るわなかった。年明けに長野で行われた国民体育大会に出場、以後大会出場はなくシーズンを終えた。 2017から2018シーズン、シーズン初戦の北海道、東北選手権は2位。東日本選手権は、ブロック大会からの怪我が響き危険。結果、2008年から9年連続で出場していた、全日本選手権を逃し、全日本選手権出場は9年連続でストップした。2018年3月1日、自身のインスタグラムで、現役引退を表明。 アクセルを除く3回転ジャンプを飛べる。コンビネーションでは、3t プラス 3t、2a プラス 3t、3s プラス 3t、3度プラス 3t、3度プラス 2t プラス2ロを成功している。特に S、3s プラス 3t は sp でよく使いたい評価を受けることもよくある。サルコーとループを得意としていて、よくコンビネーションにすることが多い。また、ドーナツスピンは、 回転が速く、ポジションも綺麗なスピンで高い評価を受けている。滑らかな、柔らかいスケーティングが特徴。ありがとうございます。